第一家庭電機の提供でお送りします。今日は中盤新潟大会より馬場対ストンパー、天竜対ロビンソンの初顔合わせ、そして鶴対石川の兄弟対決を中心にステレオ放送でお送りします。おじいちゃん、おばあちゃん、ありがとうございます。伝わるな愛。人形の休日、僕だって磨けば光り出す。イタリアンシューズ、マドラス。通勤電車の中で本や新聞を読んでいると目がしょぼしょぼしたり活字がぼけたり、目が疲れたなと感じたらスマイル、冷たくてスキッとしますよ。これから富士フィルムのフォトラマで撮ってもらいます。僕はこのインスタント写真綺麗だと思う。富士フィルムのインスタントカメラ。今年も来ました、キリンのビアダル。でっかいうまさの開幕です。さあ、リングの中央、力と力の対決、テッド・デビアス対バック・ロブレイの一騎打ち。本当にこのバック・ロブレイ、口ひげを十分に蓄えました。いかにも悪そうな顔つきでありますが、今のところ得点8点です。なお、テッド・デビアスは残り試合は大物が控えておりまして、来週の放送では鳥取大会でブルーザー・ブロディと、そして最終戦の福岡ではビル・ロビンソンとの一騎打ちがあります。後半まだまだこの2つのビッグイベントがあるので、どうしてもこの辺り中盤はポイントを稼ぎたいところです。さあ、そのバック・ロブレーが肘を落としました。そのままカバーの体勢に行っております。カウント2で跳ねのけました。今の2連発の肘打ち、あのプロテクターですね。ちょっと不気味ですね。そうなんですよ、はい、テッド・デビアスの動きが止まってしまいました。そしてネックブリーカードラップ、ちょっと変形のネックブリーカードラップです。このまま抑え込もうとするバック・ロブレイ。しかし簡単にはテッド・デビアスも負けないでしょう。次期 NWA チャンピオン候補の噂の高いこのテッド・デビアス、先ほどの話の続きになりますけれども、彼に試合の前に質問してみたんですけれども、来週は鳥取でブロディを堂々と日本のファンの前で倒して俺の強さを日本で証明してやると、このように言っておりました。あの秘密兵器と言われておりますジャーマンスープレックスホールドで、あるいはこの、ブルーザーブロディを倒すということになります。一気にテッド・デビアスの日本での格が上がります。さあ、エルボーを打ってまいりました。大きくロープに飛ばして、なんだ待ち構えました。そして思い切った抱え投げ、切れ味が鋭い。そしてエルボードラップを胸板に一発落としました。そしてニードラップ、強烈ニードラップ。バックロブレーの動きが完全に止まった。そのまま覆いかぶさったが、バックロブレーも返します。この辺の技へのつなぎはなかなか見事。テッド・デビアス、そしてドロップキック。ヤングジェネレーション、このヤングジェネレーションを背負って立っておりますこのテッド・デビアス。しかしやはりバックロブレーの肘は強烈ですね。どうもあれプロテクターくせ者ですね、はい、一撃を加えますと攻勢に出ておりましたテッド・デビアスが、場外に落ち込んでしまいました。これはいけません。早くリングの中に入らなくてはいけません。いわゆる正統派のレスリング、力と力、技と技では全くもうテッド・デビアスのが上なんでありますが、しかし悪の仕掛け人バックロブレーもなかなか頑張ります。場外での乱戦になってまいりました。黄色い T シャツがバック・ロブレー、そしておっと脳天食い打ちは場外、それを返した。うまく切り返しましたテッド・デビアス。そして中へ入ろうとしておりますエプロン伝い、今ゆっくりと中へ入りました。ここはもう絶対に得点を取らなくてはいけません。現在テッド・デビアスは8点、バック・ロブレーも8点、差をつけたいところです。さあ、ガンガン攻めていきます。左のパンチ、ブローを放ってまいりました。デビアスの動きが今度は良くなってまいりました。そのままおっと突進するが、ちょっと隙を見せます。いやー、くせ者ですね、ロブレーは。なかなかくせ者ですね、本当ですね。
あの WWA 世界ヘビー級チャンピオン鋼鉄男と言われましたマイク・デビアスの息子でありますテッド・デビアス。さあロブレーがトップロープからそのままフライングニードラップ、これはうまく外した。そして回転エビ固めローリングクラッチフォード入りました。一瞬の隙をついてあくまでも冷静テッド・デビアス、ローリングクラッチフォードの見事に強行しましてバックロブレーからカウント3を取りました。まあ順当なところですね。加えまして勝ち点10点と伸ばしました。勝ち点10点であります。これより2回目のこのチャンピオンカーニバル優勝を狙いますジャンボ鶴田がローリングドリーマーのテーマミュージックに乗りまして新潟市体育館リング上に姿を見せます。大変お客さんが入りました。さすがにこの全日本プロレスの本体ジャイアント馬場のふるさと新潟市体育館熱気に包まれています。今日のこのジャンボ鶴田の対戦相手であります石川隆がリング上に姿を見せました。まだジャンボ鶴田の姿は見えません。花道をたくさんのファンが取り囲んでいます。今カメラがジャンボ鶴田を捉えました。ご覧のようにたくさんのファンがこの若き二冠王全日本プロレスの若大将ジャンボ鶴田に一度は触ってみたいというそういうファンの熱い眼差しがこの花道に注がれております。今そのたくさんのお客さんをかき分けるように2回目の優勝を狙うジャンボ鶴田がリング上に姿を見せます。大きな拍手で迎えられましたジャンボ鶴田。ただいま勝ち点12であります。両選手がリング上に姿を見せました。チャンピオンカーニバル公式戦に先立ちまして日本テレビより両選手に今花束が贈られます。ジャンボ鶴田勝ち点12、8戦6勝、一つのリングアウト引き分け、そして一つの時間切れ引き分け、現在12点であります。これより両選手が紹介されます。石川隆が紹介されました。青コーナー250番のジャンボ鶴田、そしてジャンボ鶴田であります。これより公式戦30分の一本勝負が始まります。今日はこの兄貴分ジャンボ鶴田の胸を借りて自分の持てる力を十分に出したいというふうに言っていました石川であります。第10回チャンピオンカーニバル30分日本勝負の公式戦新潟市体育館中盤戦であります。おっとこの辺気合が入っています。石川兄貴分のジャンボ鶴田に平手打ちを見せました石川であります。この辺の気合の入った石川どういうふうにご覧になりますか。まあしかしこの試合はちょっとまあ、石川君が、もう一回行きましたね。もう一回行きましたね。右手からの平手打ちです。石川さあジャンボ鶴田がエキサイトしてまいります。石川がかなり気合が入っております。受けて立つ立場になります。ジャンボ鶴田エルボースマッシュ強烈一発で石川が左の膝をつきました。現在勝ち点12点。この公式戦に勝ちますと単独トップに躍り出ます。ジャンボ鶴田ジャンピングにバット石川の左の顔面を捉えました。これはたまりません。石川の表情が崩れます。石川の表情が崩れました。左のこめかみのあたりを捉えましたね。今リングアウトは懸命ですね石川としては。冷静な石川であります。まあ、石川としてはですねまともに正面から行ったらちょっと勝ち目がないということは自分自身考えているようですね。そうでしょう。それはちょっと難しいですね。まあ、どういったところでゲリラ的な戦いを挑んでまいりますか石川隆であります。さあジャンボ鶴田の長い足を取りまして逆エビボストンクラブの体勢に入ろうとするところジャンボ鶴田がずっと耐え忍んでおります。この石川の右足がステップオーバー今いたしました。そして石川の120キロのウエイトをジャンボ鶴田の腰のあたりにかけます。
この体勢ですとまだ不十分。ジャンボ鶴田の右の腕がお腹の中に入っていますので、この辺ではまだボストンクラブ決まりませんね。まだ決まりませんね。これでは、まあ、石川としては相手のジャンボ鶴田がですね、飛び道具があるだけに、こういったグラウンドでの展開はどうですか。まあ、ジャンボ鶴田のスタミナを奪うという程度ですね。タイが1回2回と入れ替わりました。ジャンボ鶴田、開幕のブロディ戦、この一戦優勝を占う大きな一戦だったんですが、両者リングアウトの無得点試合。その後はスミルノフにリングアウト勝ち、ビル・ロビンソンに時間切れの引き分け、ビル・ハワードに勝ち、バック・ロブレーに勝ち、テッド・デビアスに時間切れ引き分け、ストンパーに勝ち、マイティ・井上に勝ちまして、現在勝ち点が12。ロープに飛ばした石川の攻撃、しかしショルダータックルはジャンボ鶴田の勝ち。エルボースマッシュ、この辺の技の一つ一つの切れ味、さすがに二冠王ジャンボ鶴田、やはり切れ味は十分ですね。そうなんですよ、切れ味はもう十分です。はい、人間風車ダブルアームスープレックス、相手は石川です。180センチの石川を後ろに放り投げることができるかどうか。右足を落としました。今度はグランドに持っていきます。ジャンボ鶴田グランドに持っていきます。ジャンボ鶴田であります。ジャンボ鶴田はこのチャンピオンカーニバル第8回大会、昭和55年度の大会では見事に初優勝を決めております。第10回チャンピオンカーニバル2回目の優勝を狙いたいジャンボ鶴田。まあ、鶴田君はね、切れ味はもう実にいいけれども、はい、絶対優位でありながらですね、ちょっとしたその自分のペースを乱すような甘さがあるですね、はい、時々それを見せるっていうのがちょっと心配ですね。まあ、この初優勝を手に入れる最終の福岡大会のリング上、なんとしてもこのジャンボ鶴田としてはその辺第8回大会の初優勝の感激をもう一回味わいたいところであります。ブレンバスター合戦になりかけたんですが、赤コーナーに逃れます石川であります。対デビアス戦なんか甘さの代表的なもんでしたね、このチャンピオンカーニバルで。トーキック、そしてセカンドロープを利用してエルボーとしました石川です。まあ、石川としてはですね、思い切りのいいあのプエットリコス殺法、ぶちかましを見せました空中殺法、この辺石川はどこで出してくるかでありますが、ドロップキック、石川のドロップキック、思い切りのいいドロップキックであります。そして赤コーナーコーラーマット最上段に石川が今上がりました。そしてジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田に攻撃を加えようとする、さあいった、フライングのボディアタック攻撃だ。さあ両選手が今消えて石川が入ってまいりました。石川がリングの中に入ってまいりました。思い切りのいい一か八かの攻撃、今どすからずバリのね、とって素晴らしいですよ。まあ一か八かの攻撃だったんですが、非常に思い切りのいい攻撃を見せました石川。ジャンボ鶴田がリングの外、ジャンボ鶴田のお株を奪うようなそんな空中殺法でありました。ジャンボ鶴田もこれはいかんなというそんな表情ですね。だけど案外、まあ、あのダメージはそう深くないようですね。ロープ出しのブレンバスターを見せました。大技を次から次と見せています石川であります。しかし鶴田としてはこの辺考えているでしょう。考えています。さあ立ち上がった、もう一回フライングのエルボーバット攻撃だ。さあカバーに行った石川、大金星を上げるか、大金星を上げることができるかどうか石川。さあ今度はロープに飛ばしてジャンボ鶴田が攻撃を加えようとする、もう一回ロープに飛ばしてバックを取った、バックを取った、バックを取った、回転エビ固め、回転エビ固め、カウントが入る、払いのける、石川が払いのけました、石川が払いのけます。今度はもう一回石川が回転エビ固め、カウントが入る、カウントが入る、両選手回転エビ固め、青コーナーコーナーマット最上段に立ち上がりました。さあダイビングのボディアタック、もう1回空中殺法、今度は体を入れ替えたジャンボ鶴田がそのまま上から襲いかかる、カウント3、カウント3が入りました。やっぱり鶴田君が読んでましたね。よく試合の流れを読んでいましたジャンボ鶴田。大技の次から次の石川の攻撃をよく読んでいましたジャンボ鶴田。勝ち点これで14と伸ばしました。
この時点でジャンボ鶴田単独トップに躍り出ました。第10回チャンピオンカーニバル。ビジネスの後は華やかなひとときが待っている。走れラグナックス、飛べラグナックス。ラグナックスで決める男の時間、高級紳士服ラグナックス。どうしたの？近頃胃が痛くなることがあるんだよね、時々。胃にもガタが来る頃じゃない？そろそろキャベジンかな。キャベジンは弱ってきた胃を正常な状態に近づけていきます。途中ですが一本。突然登場、この放送は第一家庭電機の提供でお送りします。今日は中盤新潟大会より馬場対ストンパー、天竜対ロビンソンの初顔合わせ、そして鶴対石川の兄弟対決を中心にステレオ放送でお送りします。おじいちゃんおばあちゃん、ありがとうございます。伝わるなぁ愛。I'm very happy to be a woman. Ginza.光出す。イタリアンシューズマドラス。通勤電車の中で本や新聞を読んでいると目がしょぼしょぼしたり活字がボケたり、目が疲れたなと感じたらスマイル、冷たくてスキッとしますよ。これから富士フィルムのフォトラマで撮ってもらいます。僕はこのインスタン写真綺麗だと思う。富士フィルムのインスタントカメラ。今年も来ました、キリンのビアダル。でっかいうまさの開幕です。キリンのビアダル。さあリングの中央、力と力の対決、テッド・デビアス対バック・ロブレイの一騎打ち。本当にこのバック・ロブレイ、口ひげを十分に蓄えました。いかにも悪そうな顔つきでありますが、今のところ得点8点です。なおテッド・デビアスは残り試合は大物が控えておりまして、来週の放送では鳥取大会でブルーザー・ブロディと、そして最終戦の福岡ではビル・ロビンソンとの一騎打ちがあります。後半まだまだこの2つのビッグイベントがあるので、どうしてもこの辺り中盤はポイントを稼ぎたいところです。さあそのバック・ロブレーが肘を落としました。そのままカバーの体勢に行っております。カウント2で跳ねのけました。今の2連発の肘打ち、あのプロテクターですね。ちょっと不気味ですね。そうなんですよ、はい、テッド・デビアスの動きが止まってしまいました。そしてネックブリーカードラップ、レフリーのジョー・ヒグスさんに、そしてビル・ロビンソン、13点のビル・ロビンソンに、そして天竜に豪華な花束が贈られました。公式戦30分の一本勝負、勝った方が中盤戦単独トップです。大事な試合、両者の紹介。チャンピオンカーニバルリング戦30分の一本勝負を行います。赤コーナー255番のビル・ロビンソン。
レスリングは非常に光っています。ビル・ロビンソン。アメリカから凱旋帰国、天竜です。デスロックのような体勢に今度は持っていこうとするビル・ロビンソンです。だから、どっちが攻めてるか、お互いに裏表ですよね。そうですね。この辺りがプロレスの妙味です。両者の一つ、ファンの皆様は、顔の表情でどっちが苦しいのか見比べていただきたいと思います。さーっと激しくエルボーをかませてまいりました。足を抜きたいのか、それとも反対にデスロックの体勢に持ち込みたいのか、天竜ちょっと分かりません。もう闘志だけが先走っているというような、試合になってまいりました。さあ両者がグランドでぐる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 四角いジャングルをのた打ち回ります。いい試合です。いわゆる今夜の対決は華麗さはありませんけれども、粘りっこいレスリング、熱っこいレスリングを展開して見応えは十分であります。息を潜めて見守っております新潟市体育館のお客様であります。さすがに世界のジャイアント馬場選手の出身県ということもありまして、超満員と膨れ上がりました。第10回のチャンピオンカーニバル、序盤戦から中盤戦へと折り返しのところ、なかなか味のあるレスリングですね、お互いに。今までの流れから見まして派手な技は今一つ何も出ておりませんが、しかしなかなか味のあるレスリングです。さあリズムが出てまいりました。ビル・ロビンソン、エルボースマッシュをかませます。しかしまだ負けておりません。左半身の体勢、左半身の体勢、天竜。アメリカの大遠征では数々いい選手と、当たりました。そしてジョージア州アトランタの大森で行われましたタッグの再建、タグチームトーナメントでは堂々決勝まで進出いたしました。この天竜、そしてジャンボ鶴田組、その経験を十分に生かして、そしてチャンピオンカーニバルに初参加を決めました天竜であります。さあっと一瞬の隙、おっとこれはない、腕を取られましたけれども、さあおっとロープに下がって、あのビルマスカラス戦で見せました人間ロケット、トペを観光しようとする天竜であります。しかしタイミングを逸しました。ビル・ロビンソンも相手の動きを見ています、十分に見ています。そして10カウントを十分に伝えます。ビル・ロビンソン両方の肩を震わせました。拳を作りました。ビル・ロビンソン再びリングの中に入ってまいりました。両者ともにバイオレットカラーのトランクス。いい試合ですね、田澤さん。いい試合ですよ、でお互いにね、さあ今度バックドロップ、いや前に取ったアートリックドロップに取ってビル・ロビンソンを場外に突き落とした。さあこの辺りが突破口になるかどうか。中盤にかけましてビル・ロビンソンが今度は逃げてますね。そうなんですが、逃げながらのこれまた癖物でしてね、緩急自在ですからね。そうなんですよ、お互いにダメージを食ったら、今度はお互いの冴えたフィニッシュホールドがありますからね。そうですね、両方ともまだダメージはないですよ、これはね。必死で食い下がっております。ビル・ロビンソン、そして天竜、あっという間に15分が経過してまいりました。30分の一本勝負の公式戦です。勝負は後半戦、どのあたりから突破口が開かれますか。さあ後ろに登って、さあ得意のフライングエルボーか、フライングエルボーか、距離は3メートル、ものすごい勢いで飛び上がってフライングエルボー、しかし自爆、大変だ、これは大変なマイナス、あの勢いから飛び上がりましたので、あるいは肘のあたりを、あるいは十分痛めたかもしれませんが、しかし立ち上がっていきます。果敢に攻めます天竜です。その辺の根性がアメリカの大遠征で鍛えられました。思い切って持ち上げて、おっとシュミット式のバックブリーカーに取りますが、これはあまり完全には決まっておりません。ロビンソンの得意技を、ロビンソンはああいう場合は振り越し器を使いますけどね。そうなんです、振り越し器ね、ワンハンドでね。そうですね、ちょっと威力がありませんでした。そしてサイドステップして背中に大きなお尻を乗せました天竜です。ぐい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 左の腕、上半身を攻めます天竜。なんとしても天竜は今夜が山だということを言っておりました。優勝への山ということをはっきりと言っております天竜。残りは大きなカードでは、スミルノフ、それから最終戦の福岡大会、ジャンボ鶴田と、このように試合が大きな試合が2つ残っています。
果たして最後土壇場まで優勝戦線へ食い込むことができるでありましょうか。天竜一方のビル・ロビンソンは温帯のジャイアント馬場との一戦がまだ控えておりますし、来週の鳥取大会ではスコンパーとの一戦、そして福岡では若いテド・デビアスとの一戦があります。この残り試合の日程から言いまして、田山さんどうですか。天竜の方がなんですね、幾分有利かもしれませんね。だけどこの試合はロビンソンの方がちょっと有利だと思ってるんで、まあビル・ロビンソンは何としても馬場との試合がありますからね、まあ、全くロビンソン見ていいんじゃないですかね、はい、この試合を含めて両者ともに現在のところ13点、ピンフォール勝ちを奪いますと一挙に15点で先ほどのジャンボ鶴太郎に来まして単独トップに躍り出ることができます。さあ両者が乱れてまいりました。おっとショルダースルーに取ります。さあ、わあ、エンジン撃、ここでエンジン撃、1回転ぶっ倒れました。ビル・ロビンソン、さあこの後の攻撃、いわゆる連続過剰攻撃、天竜アメリカの大遠征のレスラー、あるいは若手のレスラーを見習ってまいりました。天竜力がついております、力がついておりますが、あっといけません。さあ突っ張り、突っ張り、天竜チャップ突っ張りでした。大きくロープに飛ばして、なんだドラッピック、ドラッピック逃走した。そのまま覆いかぶさった。ポイント2を上げられるか、惜しい。残念ながらビル・ロビンソン返します。なかなか点を上げることができません。さあ円錐切りのような姿勢から今度はドロップキックを打って、そしてトップロープに上がって素早い姿勢だ。そして今度はローリングクラッチ、ダイビングローリングクラッチ、ホールド、勝負がつくか。ダメです。ビル・ロビンソンも両方の足で両方の耳を蹴り返しました。一進一退の攻防が繰り広げられております。リング上です。まだまだ30分ギリギリのところまで勝負は分かりませんが、今度はバックを取って、なんだもう一回アートミックドロップに取った。勢いをつけてアトミックドロップ、遅寄せムードの天竜です。そのままカウント2、後半に入りまして、がぜん天竜が押してまいりました。ねちっこいレスリング、そして派手なレスリングに展開が変わりました。さあビル・ロビンソンが、おっと今度は天竜を押し付けてショルダータックル、両者ダブルナックダウン、ダブルナックダウン、両者ぶっ倒れました。リング上どっちが先に立ち上がれますか。胃袋のあたりを抑えました天竜です。ビル・ロビンソンのダメージの方がやや大きい。先ほどから大技を振っておりますビル・ロビンソン。さあ天竜が先に立ち上がって攻撃体勢、髪の毛を持ってサイドのヘッドロックから、今度はワンハンドバックブリーカー、得意技ビル・ロビンソン、ワンハンドバックブリーカーに屈するか。天竜返した、やっと返しました。館内の応援も快変に賑やかになってまいりました。新潟市体育館、連続ワンハンドバックブリーカー、連続攻撃、2連発を食いました。これはたまりませんが、しかしビル・ロビンソンも左の膝を痛めた。さあビル・ロビンソンの致命的な左の膝、膝頭をパン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 と気合を入れましたビル・ロビンソン。そういえば開幕戦の時にはサポーターがありませんでしたが、今夜はサポーターを締めています。逆さを抑え込み、抑え込んだ、抑え込んだ、カウント3、逆さを抑え込みでした。ビル・ロビンソンカウント3、やはり旬の隙、見事19分39秒、ビル・ロビンソンの粘り勝ちでビル・ロビンソンの勝ち点2を上げまして、ここで勝ち点15点、終盤戦の折り返し、新潟大会単独トップに躍り出ました。やっぱりパワーとキャリアの、パワーとキャリアの差ですね、これはね。そうですね、15分経過の後、天竜のこのいわゆる、流れるような攻撃がずっと続いてたんですけれども、さすがにビル・ロビンソン、相手の動きの一瞬を見まして高さを抑え込み、やはりパワーとキャリアですよね、はい、それよりもむしろあのワンハンドバックブリーカーの2連発でこの天竜は相当動きが止まったようですね。あれが怖いですよね、なんといってもロビンソンのワンハンドバックブリーカーは怖い。ビル・ロビンソンが堂々天竜を打ち破りまして、勝ち点2を上げまして、中盤戦の新潟大会15点を上げまして単独トップに躍り出ました。ということでありましょう。
瞬場外に逃げました。リングの外で両選手が紹介されておりますが、チェーンの音が皆さんのお耳にも達しておりますでしょうか。ブルーザーボディの持ちます遠いチェーンであります。公式戦です。現在得点は8点のブルーザーボディ、そして白星が挙げられますフリーストンガの一戦です。何かブルーザーブロディに注文をつけておりますので、これに怒り狂います。このブルーザーブロディ、ここまでブルーザーブロディは6戦して4勝2、両者リングアウトの8点。得点こそ今のところいわゆる第3集団でありますが、しかし実力から言いまして優勝へ突き走ることはもう間違いございません。誰かが身を挺して立ち向かいませんと優勝をさらわれてしまいます。日本勢であります。果たして今夜プリンスがストッパーの役を果たすことができるでありましょうか。早くも椅子を使っての防戦体制、プリンストンが昨年のチャンピオンカーニバルでは6点を挙げましたが、今度は今夜のリーグ戦までまだ白星がありません。プリンストンが非常に恵まれた肉体でありますので、今夜一つ大金星を挙げてもらいたい、そして大ハプニングを期待したいと思います。ブルーザーブロディ対プリンストンガの一戦、なかなか試合が始まりません。さあ遠いチェーンが一旦上樋口に戻されました。さあ今からゴングを要請します。さあ鐘が鳴りました。30分の一本勝負、怪力リングコングブルーザーブロディ、コーナーマットを背負って全く動きません。相手を眼光鋭く睨みつけております。さあプリンストンガがどこまでやりますか。ここまでのブルーザーブロディでありますが、鶴田ロビンソンとのいわゆる得点を上げることもできなかった無得点試合が計算外だったんではないでしょうかね。今まで0点ですがね、はい、この辺から一つ0点の星を上げたいわけですね。プリンストンがですね、いやブルーザーブロディの鶴田ロビンソンとの、まあ、無得点試合2試合がありましたが、これは計算外だったんじゃないですか。さあ勢いをつけてプリンストンが、おっとドロップキック、この辺りもブルーザーブロディはいわゆる力だけではありません。相手をよく見ておりますブルーザーブロディです。いやパワーから言えばね、はい、トンガも大型パワーですからね、はい、ブロディの方が多少変化があるね。まあ今夜はトンガにドロップキック、キングコングが空を飛びました。ブルーザーブロディの、ドロップキックであります。プリンストンガには今夜はその勝負には勝たなくてもいいからですね、いわゆるこの得点を与えない試合を期待したいですね。そういうわけですね、はい、さあ一方のブルーザーブロディは現在勝ち点8点、残りは来週の放送では若手のテド・デビアスと、それから福岡ではジャイアンツと馬場戦が残っています。大いに中盤戦、どん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 ポイントを上げまして優勝戦線にもちろん浮上してくることでありましょう。ブルーザーブロディになります。アメリカの大遠征でもつぶさにブロディ、そしてスタンハンセンの実力人気を感じ取りました。ジャイアント馬場ジャンボ鶴田天竜、さあそのブルーザーブロディが片手一本でプリンストンガを引きずり込みます。そして本部席の硬い椅子の上に乗せて、そして板付けにして引き付けにして思い切って一本撃、背中の辺りを思い切って引きつけましたブルーザーブロディ。そしてブルーザーブロディは中で決着をつけようと言わんばかりにプリンストンガを引っ張り込んでリングの中に連れ戻してまいりました。かきむしり攻撃です。さあなんとか期待したいプリンストンガ、声援が飛んでおりますが、しかしこの大巨人怪力キングコングブルーザーブロディの熱い胸板に、あるいはドロップキック得意のドロップキックが炸裂するでありましょうか。しかし本当にこのチョップを落とされますと、もう大人と子供の試合というような感じがありありと見受けられます。リング上、さあこれです。もう肩に乗せまして軽々と叩きつけるんです。ブルーザーブロディの激しいボディスラム、全く凄まじいですね。凄まじいですよ、ただ荒っぽいだけでなくてね、やっぱりブロディの場合はなかなか細かく計算してますよね。ははどういうところへの計算がいいでしょうか。つまり緩急のバランスもあるし、はい、それから相手とのフォローのつなぎですね、はい、つなぎがいいですね。なるほどね。田沢さんはズバリ現在勝ち点8点なんですけれども、ブロディの V1 への道はどう考えてますか。今までにブロディは相当立てる試合を落としてますね、はい、でも取れる試合は取ってない。さあ今度はブルーザー
ザー・ブロディを思い切ってバックに放り投げました。プリンストンがです、いいところを見せました。さあチャンスを見出して、もういわゆる体当たり精神でぶつかってもらいたい。激しい闘志は買います。プリンストンがさあガンガン攻めろ、ガンガン攻めろプリンストンが、そういうような声援が飛びますが、ちょっとまたしても交代。ちょっとこの流れるような攻撃が見たいんですけれども、一発で終わってしまいますね。そうなんですよ、はい、トンガは大変なパワーありながらね、さあブルーザーブロディがセカンドロープに足を上げてトップロープに上がりました。さあキングトンガは空を飛んでものすごい手刀、すごい手刀、空中手刀であります。そして今度はニードラップか、ニードラップバンジーキュース、プリンストンが息の根を止められた。これはもうほとんど返せません。カウント3、あっという間の勝負でした。強烈な勝負でした。ブルーザーブロディ、トンガの場合はフォローがないですからね、技に、4分17秒で勝負はついてしまいました。勝点2点、得点10点になりました。ブルーザーブロディです、10点になっても今までに取れるものを取ってないから、はい、ちょっと優勝には難しいですね。そうですか、後半どのように出てまいりますかね。現在のところ勝点10点のブルーザーブロディ、風間さんご指摘のように両者リングアウトの試合が2つありまして、先ほどからご指摘のように鶴田ロビンソンで、いわゆる星を落としておりますので、今後の、中盤から後半への戦いどう出てまいりますか。これがブルーザーブロディであります。ブルーザーブロディ、来週は鳥取でテッド・デビアスと対決、そして最終の福岡では、ジャイアント馬場と公式戦対決であります。ブルーザーブロディです、勝ち点10点と伸ばしまして上位に食い込んでまいりました。ライオン、日本ビッグ、コカ・コーラボトラー、三点製薬とご覧のスポンサーの提供でお送りします。